2011AG5 とは、アポロ群に属する地球近傍天体の一つである。かつて地球への衝突リスクが高い小惑星であった。2011AG5 は、絶対等級21.9等級であり、この値から推定される直径は140メートルである。質量は410万トンであると推定されている。これは口実するとおり。 衝突のリスクが高い天体としてはかなり大きな天体である。2011AG5 の光天軌道は軌道長半径が火星軌道にほぼ等しい2億1400万 km であるが近日点距離は地球軌道の内側である1億3100万 km、遠日点距離は小惑星帯の内側に相当する2億9800万 km と 離心率0.39の楕円軌道を持つ。しかし、軌道傾斜角は3.68度と、ほとんど傾いていない。2011AG5 は、この軌道を約1.7年かけて好転している。2011AG5 は、地球近傍小惑星の中でも、潜在的に危険な小惑星に属し、その中でも最も衝突のリスクが高い天体であった。2012年時点で、 鳥のスケールが0より高い天体は2011、AG ごと 2007VK184 のみで、共に位置が付けられていた。パレルモスケールは衝突リスクがある、小惑星で、最大値のマイナス1.00であった。地球軌道との最小交差距離は約 3000km である。初期の計算によると、最も衝突のリスクがあるのは2040年2月4日であり、 9時38分に地球に最も接近すると見られていた。最接近距離は約103万キロメートルと月軌道の2.7倍まで接近する。しかし、この時点では観測が不十分なため推測された軌道には幅がありもっと近くまで接近する可能性も残されていた。一番近いのは 約2 7 0 0トルであり、この場合は地球半径以内に接近するので衝突することになる。2040年における衝突確率は0.0020と見積もられていた。また、月にはこの時に最大4 3 0 0 0トルまで接近シュール。2011AG5 は直径1 4 0ル、質量410万トンとかなり大きく仮に衝突した場合、 衝突する時の速度は秒速十四点六七キロメートル、エネルギーは広島型原爆の七千三百倍に相当する四点六千十七 j を放出すると考えられる。これは人類史上最大の兵器である水素爆弾、サーリーボンバの二倍以上のエネルギーである。また、二千十一 a g 5の見かけの等級が時点に沿って変化することから二千十一 a g 5は 細長い形状であることが推定された。2012年5月29日に NASA のゴダード宇宙飛行センターで行われたワークショップで 2011AG 後の2040年の衝突リスクは今後4年間の観測で1%以下になる可能性が高いことが分かった。2011AG 後の2032年2月3日の地球再接近時に 幅 365km のある領域を通過すれば2040年に衝突する可能性が生じるが、その領域を通過する可能性は非常に低く、この領域を通過しなければ衝突確率をゼロにすることが可能であることが分かった。2012年10月にハワイ大学のチームによる2つの望遠鏡の追跡観測に基づいて軌道を再計算した結果、 2011AG5 は誤差を考慮しても地球から約89万キロメートル以内に接近しないことが同年12月に明らかになった。これにより 2011AG5 が2040年に地球に衝突する可能性は完全に消滅し、この時点での鳥のスケールが1以上の値を持つ、天体は 2007VK184 のみとなった。また、 NASA はこれを受けて 2011AG 後の衝突リスクに関する項目及び情報を削除した。この観測はそれまでの観測から不確実性を60分の1にまで低めることに成功した結果である。また5月末の話し合いよりもかなり早い段階での議論の決着となった。ただしこれは軌道要素が永久に変化しないことを前提としており、 また不確実性が低い近未来での話であり、仮に軌道が変化したり、遠い将来には再び衝突のリスクが生ずる、可能性が生じてくる。また、軌道要素と定義から 2011AG5 が保であることには変わりがない。鳥のスケール1の天体は数日から数ヶ月でレインに引き下げられることが多いが、2011AG5 は、 評価から1年半以上かかる珍しい例となった。2013年7月29日には、小惑星番号36万7789番が付与された。ちなみに、2011AG5 は火星に対しても衝突のリスクがあり、2016年9月2日には火星に約1000万トルまで接近する。ありがとうございます。